ここは次世代のライブ映像制作システム ITIP プラットフォームケイロスを体験できるオペレーションルームです。パナソニックのスマートプロダクションを実現するケイロスを映像制作の観点からご紹介していきます。それでは石井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらがケイロスのシステムですか？はい、パナソニックが提案するスマートビデオプロダクションの中核となる作るを実現するケイロスです。もともとどのようなコンセプトで作られたんでしょうか？近年ライブ映像制作ではより高い臨場感を提供するための新たな技術への適用やIP 化によるリモート制作など映像制作の生産性向上が求められています。こうした目覚ましい技術の要件の進化に対応するのがこのケイロスです。独自の革新的なソフトウェア開発により CPU および GPU の能力で映像処理を行う新しいコンセプトとアーキテクチャによるライブ映像制作プラットフォームです。改めて映像制作の観点から見るとどのような特徴があるんでしょうか？はい、特徴としましてはまず多彩な入出力の選択が可能ということです。ベースバンドの SDI、HDMI はもちろん ST2110、NDI、RTP など IP 入出力をサポートし、これらはすべて同時に使用でき最大で32入力、16出力に対応しています。そして昨今さまざまな画角のディスプレイが設置しているケースが増えていますが、解像度フリー、画角フリーのオペレーションが可能なので異なる解像度の入力や16対9の標準画角に加え32対9など横長の特殊画角にも出力でき柔軟に対応することができます。さらに従来のハードベースのスイッチャーではクロスポイント概念の ME ミックスエフェクトですが、ケイロスでは GPU グラフィックカードで処理を行うため固定された最大数を気にせず一つのキャンバス上でフォトショップやパワーポイントのように映像をレイヤー構成で重ねることができ、 GPU 能力の限界まで何層にもレイヤーを重ねることが可能です。ケイロスは CPU、GPU ベースとしソフトウェアで制御しています。この IT ベースのオープンアーキテクチャにより従来よりもより容易にアプリケーションソフトウェアを追加し機能拡張や外部機器連携が可能となります。なるほど、柔軟性と信頼性を兼ね備えた新たな映像価値が生まれそうですね。ありがとうございました。では実際の操作を見せていただけますか？はい、それでは実演を交えて前田からご紹介させていただきます。すごく楽しみですね。ケイロスのソリューションアーキテクトの前田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介をお願いします。はい、まずはこちらがケイロスシステムです。ケイロスではメインフレーム、ケイロスコアで映像処理を行います。そしてこちらがナビゲーションアプリ、ケイロスクリエイターです。そしてハードウェアコントロールパネル、ケイロスコントロールで設定操作を行います。サーバー&クライアントの構成になっており高い信頼性を提供いたします。この直感的なケイロスクリエイターでプロダクションを構成して実際のライブスイッチングオペレーションはレイアウトを自由にカスタマイズできるコントロールで行います。従来のスイッチャーと比較してプログラム構成の準備にかかる時間の短縮や操作性のフレキシビリティが大幅に向上します。ケイロスのマルチビューアーシステムは2画面構成です。ケイロスコアの GPU から直接ディスプレイポートに接続します。あ、これここに私が映ってますね。すごい。柏手を打ってください。すごい、全然ズレがないですね。これまで皆さんからも特徴を伺いましたが、前田さんが考える最大の特徴はどこでしょうか？はい、低遅延、高信頼性、そして革新的で IT そのものであることです。まず低遅延でいうと
先ほど柏で打ってもらいましたが、業界最高レベルです。フレームシンクロナイザーでわずか1フレーム、合成やトランジション、フレームレート変換など様々な映像表現を駆使してライブ制作を進めても、最大でも3フレーム以上は遅延しません。その上、操作がとても簡単なんです。では実演してみますので、こちらにお座りください。では実際にケイロスクリエイターからご紹介していきます。まずこのホームボタンからですね、インプットセッティングを選びます。このインプットセッティングでは入力ソースをケイロスコアにエントリーします。 SDI2110、 NDI、 UDP などベースバンドやストリームから選択して、必要に応じて IP アドレスを割り振ります。ここ MOA のタブでは PTZ カメラや VTR、 タリーなどの IP アドレスを設定できます。アウトプットセッティングでは、今度はですね、入力すべてにアップアンドダウンスケール、フレームレートコンバージョンが可能です。例えば入力素材が HD で出力が 4K だとアップスケールということになります。すごいですね。すべての入力に対してアップスケールやダウンスケールが可能なんですか？すべての入力はケイロスコアで非圧縮のパケットに変換され、 GPU がグラフィックス処理をすることにより自然でスムーズな合成やトランジションが可能です。高性能でも操作が難しかったらオペレーションの習得に時間がかかりますが、ケイロスは簡単で直感的な操作にこだわっています。すごいですね。では作業を見せていただけますか？では実際合成してみましょう。まずこれがクリエイターのホーム画面です。このモードをマスターしたらケイロスを設定操作できます、はい、複雑な階層構造を覚える必要はありません。このシーンモードをクリックすると、これが合成モードです、はい、ケイロスのマルチビューアーはフリーレイアウトです。このマルチビュー画面に合成画面が表示できます、はい、まずこの OTS レフトというですね、はい、番組を作っているということで、ここからちょっとお見せしたいと思うんですけども、はい、この OTS レフトというですねシーン、これが今右側の画面に映し出されています、はい、で、この画面を見ていただきますと、今ここに OTS レフトってありますよね、うん、その OTS レフトのですね、レイヤーをどのように積み上げていくかというのがこの OTS レフトということになります。なるほど。でこの OTS レフトはですね、今一番下がこのラムプレイヤーというところからフィードをもらっています、はい、ラムプレイヤーはまた後でご説明しますけども、はい、でその上にインプット2、インプット4が積み上げられている形になります。で例えばですね、今こちらの方の画面を見ていただくと、このインプット4をですね、インプット2ですか、インプット2をインプット3に変えます、うん、はい、でこれ OK しますと、はい、こうやってインプット3に変わっていると、はい、こういうことですね。でこのように合成をしていきます。でさらにこのトランスフォームというボタンを押していただきますと、これでいろいろと、例えば位置をこう動かしたり、はい、もしくはサイズを変えたりということができるようになるわけです。なるほど。それでじゃあさらにレイヤーを積み重ねていく、はい、ということができるんですが、ケイロスはレイヤー数に制限はありません。GPU が 100% を超えるまではレイヤー数を無制限に追加していただけます。制限がないんですね。すごく革新的ですね。 GPU がどの程度消費されているのかはどこでわかるんでしょうか？はい、このケイロスクリエイターにはですね、各所にこの GPU メーターが表示されるようになっています。目で見えるのは安心ですね。でも 100% を超えるとどうなるんですか？ 100% を超えても作業は続けられますけども、100% まで動作保証をしております。それではレイヤーを追加してみましょう。このインサートのですね、中にニューレイヤーというのがありますので、これを選びますとここに、レイヤーの名前
これを僕の名前にしましょう、まあ、枝って入れまして、はい、OK にします。でそうするとこの4レイヤー目に前田という名前がついて、はい、でこれ今あのグレーになってますけども、この色もいろいろ変えることができるんですが、このブルーですね、にするとこの前田というレイヤーは、この色になるわけですね、はい、で、今度は入力ソースを選びます。でその場合は、右クリックをしましてセレクトソースというのを選びます と、ここにいろんなソースが出てきます。これはあのケロス全体に共通するその入力選択のモードになります。で、今回はインプットを選びまして、2ですね、を選んでみましょうか。で2を選びます。でそうすると今、この2のですね、絵がフルスクリーンで出てます、はい、でなぜこれがフルスクリーンで出てるかといいますと、初めは全部 100% なんですね。で、この今選んでる前田のモードをですねちょっとクリックしまして、はい、で今これで選択されてる状態になりますから、セレクトを見るとこの、ブルーの色が 100% でこのように重なっているわけですね、はい。でこの重なっているところにこのトランスフォームというのを押しますと、トランスフォーム 2D エフェクトディスエイブルドっていうのが出てくるんで、これを可能にしてあげるためにここをクリックします。でそうするとこれで編集可能になるので、ここの端を掴んでですね、直感的にこういうふうにこうサイズを変えていくと、今さっきご覧いただいたように、はい、後ろに2つの絵が出てきますので、はい、まあ、絵が被らないように3つ目の絵をこの上に綺麗に重ねていきます。で今これ若干このサイズが少し違ったりしますけども、この場合はここのレイヤーセッティング、ここをですね、使っていただいて、で、ここにいろいろサイズが出てきますので、ここのサイズを変更してもらうということによってですね、ここのサイズを変えることもできますから、点キー打ちなんかもできるということなんです。なるほど、はい。その他に特徴はありますか？マルチキャンパス機能ですね。先ほどマルチビューワーでも見ていただいたように、ケイロスの合成はマルチスクリーンに対応していて、フル HD で16のプログラム出力を可能としています。例えば32対9の場合は16対9の画面2つで32対9になりますが、合成自体は32対9のアスペクトで編集できます。実際にやってみましょう。この16対9の画面、これをですねまず32対9のアスペクトレシオにしたいんですけども、はい、その場合はですねまずこのアドバンスというところをクリックしてもらうと、アドバンスドリゾリューションコントロールという画面が出てきます、はい、ここをですね、3840に変えます。で3840に変えてこのボックスにチェックを入れますと、このようにマルチビューアーが32対9になっているのがお分かりいただけますでしょうか、はい、はい。でこの、プレーンに対していろいろと合成をしていきたいと思うんですが、先ほどご覧いただいたようにこのまず青いレイヤー1、これを選びまして、先ほどと同じようにセレクトソースを選びます。で今度は、先ほどは実際に入ってきたインカミングフィードを選んでいたんですけども、クリッププレイヤーという、もともとその圧縮した映像、例えば DNxHD とか、これを、記録しておくことができますので、このプレイヤーのクリッププレイヤー1、クリッププレイヤー2というのを合成していきます。でクリッププレイヤーはこのマルチビューワーの1に、CP1 と書いているのがクリッププレイヤー1です、はい。でその横の CP2 というのがクリッププレイヤー2になるわけですね、はい。でクリッププレイヤー選びます。クリッププレイヤー CP2 というのを選びますと、これでソースは2つ選ばれてきます、はい。そうするとこのように合成画面が出てきますね、はい。でここからですね実際に合成をしていきましょう、はい。でこの場合先ほどと同じようにまずセレクトを選んでいただいて、でレイヤー2これ黄色ですよね。で同じようにトランスフォームをつけますと、まだ今はエフェクトが使えませんというそういう英文が出てきますので、このトランスフォーム 2D セッティングというところをクリックしますと、これで編集ができるわけです。で、これをですねこのままこのように、サイズを変えていきます。そうするとこれ分かりますかね、あの絵が下の絵にまたこのサイズの変わった絵が出てきてますよね、はいはい、こんな感じですね、はい。でこのようにして、今度はあの位置も変えてみましょう。このようにこういう風に変えるという感じですね。こうすると、実際に直感的に絵を確認していきながら、あの同じようにですね編集をこの続けていくことができるわけです。サイズを変えます。でポジションを変えます。
こういう形ですね。でこれを表示にしますとこのように2つ目の画面が出てきていると。でまあこうやって絵合わせをしていくとこんな感じになるわけですね。で今この、バックグラウンドになっている絵ですけども、これランプレイヤーというところから撮ってるんですが、こういう絵もですね、いろいろとこのアスペクトレシオを変えることができるんです。モードのところでいろいろ選べるんですけども、このパラメーターの設定では各種 DVE のいろいろな設定ができます。例えばタリーですね、色を変えたりとか、もしくはレイヤーセッティングでソースを変えたりとか AB 選んだりとか、まあそういった設定ができます。このようにして、合成を続けていくということになるんですが、これでまず32対9の絵が出来上がっていくと。これは見やすいですね。このシーンを今度はオクズモードで16対9の左右のオフセットに割り振っていきます。実際マルチビューで32対9のシーンと16対9に分割されたオクズを2つ確認できる画面を作ってみましょう。でその場合はまたホームモードに入りまして、でこのコンフィギュレーションというところにオクズモードっていうのがあります。でこのオクズモードの中で、今実際に作ったニューシーン4というのを割り振っていきますね。シーンモード、このセットソースからまたシーンモードに入りまして、で、ニューシーンの4を選んで OK します。そうすると今オクズのモードが、ご覧いただいたように32対9のアスペクトレシオになっているのがお分かりいただけると思うんですね。で同じように、このオグズの5ですね、これをセットソースというのを選びまして、で同じくニューシーン、ニューシーンにします。でなぜこれをニューシーン2つにしたかというと、16対9 2つ分欲しいからということですね。で今度はこのオグズ4のところをですね、このアドバンスドというところを選びます。でアドバンスというところを選びますと、ここにオートフィットっていうのがあるんですけども、このオートフィット外します。でそうすると今ここで、このように右と左に出てきているんですが、これ例えば同じところにオフセットがありますので、こちらもオートフィットを選んであげるとこのようにオフセットを変えることができるんですね。でこのように、このオフセットをですね、右左というふうに割ることによって、実際にこのシーンリゾリューションは 3840-1080 なんですけども、1920、2つの出力に分かれて、絵を構成することができるということになります。これなんかを使って、32対9の絵をですね、2つのプロジェクターで出力するというようなことができるわけです。すごい簡単で直感的ですね。ケイロスのマルチビューアーはですね、レイアウトの中にこういろんな設定があるんですが、はい、今これご覧いただいているここら辺がプリセットで初めからもう設定としてあるので、こうやって切り替わるとこの右側のマルチビューアーがいろいろ変わっていくでしょ、はい、で、それで僕がこういろいろ作ったものもあるので、自分でいろいろカスタマイズできるんですけれども、まあ、ちょっと説明させてもらいますとですね、例えばよくやるその16対9の、まあ、メインとプレビューという形ですよね。でこれだからプレビュー側にこの4面マルチっていうのがスタンバってるということで、はい、下段の8分割の画面は入力ソースを確認することができます。本来であればだいたいここ入力だけなんですね、はい、インプットの2345ってこれ我々が映ってますけども、これに加えてバーチャルインプットのクリッププレイヤー12ですね。でランプレイヤーの12から右側のこのマルチビューワーに入りまして、で345678、ここまでがラムプレイヤーですね、はい、でこれでインシンオグズというのを選ぶと、今度はラムプレイヤーだけでなくて、例えばさっき作ってきた番組、はい、シーンですよね。でシーンの、テンプレートでサイドカー、タイトルで OTS、 オーバーザショルダーのライト&レフトで、16対9の番組だけではなくて、はい、先ほどちょっとやりましたマルチキャンバス、32対9、64対9というところのシーンも表示できるんです。でこの64対9がこのオグズの1234というようなところで割り振ることもできちゃうんですね、はい、ですから実際この32対9の絵はオグズの3と4に分けられていて、でこれがこの
ビデオモニター、はい、にもう出力されていると、これが出力になるわけです。なるほど。でこれがあの先ほど、まあ、ちょっとお話したようにアップスケールダウンスケールできちゃうと、こういうことになるわけですね。で、あの今ご覧いただいているこの、レイアウトというのは先ほどもお話しましたけども、このケイロスコアから、こちらのマルチビューに、直接 GPU からあのつないでご覧いただいているわけですけども、はい、それでは距離の問題がありますよね。例えば放送センターなんかで、1階から5階にディレクタールームがあると、はい、でもこのマルチビューを見たい、はい、どうすればいいか、2つ方法があります。1つはこの画面、レイアウトの横にライブビューというのがあります。そうするとケイロスクリエイターの中でマルチビューが見えちゃうんですね、はい、でこれも2画面構成ですから、はい、マルチビューアーの1もそしてマルチビューアーの2も見ることができちゃうんです。これはもうリモートプロダクションとしてはとても便利な機能ですね、はいはい、でインターナルの中にマルチビューアーが2つありますから、1つ表示してみましょうか。そうするとご覧いただいているようにここにマルチビューが表示されてるわけですね、はい、例えば2110なんかだと日本からイギリスとかそういうまあ離れたところでもリモートプロダクションで PTP のグランドマスターで進行させながらマルチビューを届ける、こんなことができちゃうんです。そしてぜひともご紹介したいのが先ほどもちょっとお話ししましたけどもこのケイロスコントロールですね。これがですね全くのフリーレイアウトなんですね。で今までのそのコントロールパネルというのはまあ大体このクロスポイントの一つ一つのインプットというのは決まってるんですけども、これフリーレイアウトなんです、はい、ですからこのクロスポイントをいろいろ切り替えることが可能なんですね、はい、で例えば一つの例から言いますとこの 4KHDR というロゴを変えたければ例えばここから静止画を選んでですねこのコントロールパネルでパナソニックのロゴの表示を選択すればパナソニックに切り替わります。で、ここまでがクロスポイントですね。で、今度はまあ、先ほど申し上げたようにレイヤーが無制限だというふうにお話ししました。で、レイヤー自体はトランジションというモードでいろいろ設定できるんですけどもレイヤーごとに効果を切り替えたりもできます。でご覧いただいたようにこれをまあこういう形で T バーで切り替えることもできる、オートで表示することもできます。でそれだけではなくてこのように、今メインの方出てますね、映画ね、1つ出ました、2つ目出ました、3つ目出ました、4つ目出ました、でこういう形で5つ目入れてオートにするとまたこうやってプレビューに戻ります。こういうレイヤー編集もこのトランジションでですね、非常に簡単に行うことができちゃうんです。そしてトランジションセクションの横には多目的キーパッドがあります、まあ、デスクトップですね。ですからこのコントロールパネル実はですね8台まで、1つのケイロスコアに接続できるんです。なぜかと言いますとここにプロファイルっていうのがありましてで2にしたら3にしたら4にしたら5にしたらこのようにプロファイルをボタンを押すだけで切り替えることができちゃうんです、はい、で今度はこの PGM1 という番組、はい、これがここで操作できます。で、例えばこちらは2ボックスですね。2ボックス今こちらですよね。同じようにクロスポイント切り替えます。切り替えるだけではなくて例えばここをオートにして表示を切り替えるというようなこともできてしまうということなんです。で最後にですね、このまあジョイスティックのある部分ですね、はい、これ例えばいろんな外部機器を制御したりとかできるんですけども UE100 というですね私どもの会社の新製品のカメラがあるんですけどもこれをここでコントロールしたいと思います、PTZ そしてカメラ4を設定するともうこのカメラが動くようになってますのでこういう感じでこう、うわーこの動きなんだか可愛いですね。これがですね、ケイロスコントロールということになっております。なるほど、新しくてハイパフォーマンスなのに簡単なオペレーションを実現していることがとってもよく分かりました。いろいろ新しい挑戦ができそうですね。はい、 IT 業界は今もこれからもドキドキするようなイノベーションを起こしていくでしょう。パナソニックも最先端の技術をどんどん吸収して決して挑戦を止めることはありません。これからのケイロスにどうぞご期待ください。前田さんありがとうございました。以上をもちましてインタービーパナソニックカンファレンスこれからのスマートビデオプロダクションは終了となります。
パナソニックはアベターライフ、アベターワールドの実現を目指し、映像制作業界に新たな価値をご提供できるよう、これからもアップデートしてまいります。今後のパナソニックにどうぞご期待ください。ご視聴ありがとうございました。 Panasonic A better life, a better world.